観測された GW17814 のシグナル GW17814 は2017年8月14日にリゴとバーゴ干渉系が検出した2つのブラックホールの融合に由来する重力波である。2017年9月27日リゴとバーゴの共同チームがシグナルの検出を発表し GW15914 GW151226、GW17104 GW に続く4例目の重力波の検出となった。リゴとバーゴの両方が連星ブラックホールの融合を検出したのは初めてのことであった。GW17814 の推定位置シグナルは10時30分43秒に検出された。リビングストン検出機が最初にシグナルを捉え、 その8ミリ秒後に半方度検出器、14ミリ秒後にバーゴがシグナルを受信した。3つすべての検出器が検出したことにより非常に正確な放出源の推定ができ90%の信頼性でちょうど60デグニの領域に同定できた。分析によりこのシグナルは地球から540プラス130210メガパーセクの距離で 太陽質量の30.5プラス5.73.0倍と25.3プラス2.84.2倍の連星ブラックホールが融合した結果、放出されたものであることが示された。融合で生じた、ブラックホールの質量は53.2プラス3.22.5太陽質量で、2.7プラス0.40.3太陽質量が重力エネルギーとして放射された。 GW17814 のピークコードは3.7プラス0.50.5ワットであった。一般相対性理論は重力波はテンソル様の変更を持つと予測する。3つの検出器での検出により、この変更の強い実験的証拠が得られた。ありがとうございます。